こんにちは。聖パブロフのレディー Z につなげてください。はい。ああ、あなたか。どうしたの？1929年のアメリカ金融市場について、歴史情報へのアクセスを要求します。具体的に言うと、ウォール街で株価大暴落の正確な日付と、株取引におけるアルカナムの介入、この2点についていただけませんか？他には？あと、今夜のストーム会に向けて援軍の派遣を要請します。もちろん兵服着用で。1929年、株価大暴落の発生日は10月24日木曜日。その後も28日と29日で再発しているわ。情報によると、この事件にアルカナム学会は関与していないようね。ベンデッタによって歴史が書き換えられています、レディー Z。 あなたに特別部隊を一つ与えるわ。もちろん最高指揮権もね。彼らが歴史を変えようとしている原因が分かるまでは慎重に行動するのよ。はい。どうやらお友達が少々面倒ごとに巻き込まれてしまったみたいよ、レグルス。チッ。あのさ、手続きが済んだらもう帰っていいんだよな。今から計算科学研究センターの事務所に行けばいいんだっけ？ああ、僕が案内してあげるよ。彼はメカニカルエンジニアの X よ。この際、彼に私たちの設備について紹介してもらうといいよ。あなたは確かロックンロールで名を挙げたと聞いたけど、何でも人類の工学技術にもとても興味がおありだとか。ああ、なるほど。そういうことなら自己紹介はいらないよな。私のことは船長 R と呼んでくれ。僕たちの名前はそういう意味じゃないんだけどな。おいで、遠くから来た友よ。君とは面白い話がたくさんできそうだ。この事務所は計算科学研究センターにおいて唯一財団に属しているんだ。だから共有できるものはこれら紙の研究資料くらいなんだよね。おい、急に止まるなよ。ぶつかるところだったろ。計算科学研究センター関連の資料共有が終わったよ。観光はこのくらいにしよう。何か知りたいことはあるかい？例えばストームの真相とか。あんた何か知ってるのか？僕じゃなくて僕らね。この計算科学研究センター内部施設の一つ、ローレンツ研究所がね、今回君をこの計算科学研究センターに招待したのも僕たちの提案なんだ。たとえ君が例のものを持っていないとしてもね。何はともあれ互いを理解する必要があると思うんだ。どうやらあんたら財団はどいつもこいつも情報収集の専門家のようだな。僕らは財団には属していない。計算科学研究センターにすらね。例のもののために君をつけ狙うベンデッタの手下たちとは違うんだ。僕らはただ探求心の強いアルカニストにしか興味がない。ストームについての理解を深めるためにも僕らには優れた才能を持つ仲間がもっと必要なんだ。つまり
あの扉の向こう側にあんたたちの秘密基地があるってことか。そういうことになるね。何も見えねえじゃん。はあ、ベルディたち今頃何してんだろう。